京都向町競輪場。京都向町競輪場は、京都府向市にある競輪場。施設所有及び主催は、京都府。競技実施は、ャカ中日本地区本部近畿支部。電話投票における競輪場コードは54。実況は、滝口久氏が担当。1950年に開設された時は、自治体名が無向町であったことから無向町競輪場という、 名称となったが、1972年10月1日の市政施行後もその名称は変わらず、1986年9月から現在の名称になった。記念経輪として平安省が行われており、毎年9月頃に開催されているが、時期移動により2010年度と2011年度は1月に開催され、2014年は7月31日から8月3日。 までとなる。なお、1965年9月の15周年放説は台風のため打ち切りとなってしまった。GI は1987年に全日本選抜競輪、GII は2003年にふるさとダービーが2007年に共同通信社会競輪がそれぞれ行われた。イメージキャラクターはムコリンムッチーであり、それにちなんで ムコリン・ムッチー賞が開催されている。また、現役時代は、前人未踏の1341賞を挙げ、京都無工町競輪場を、ホームバンクとしていた、松本勝明を称え、松本勝明賞が開催されており、2013年には、大津美和湖競輪場で開催されていた、中井光雄杯が本場に移動して開催される。2010年以降の7月開催は、 サマータイム経輪として白母競争が行われ、2012年は7.8月において同様に開催された。2018年6月18日の大阪府北部地震では特別観覧席の窓ガラスが割れるなどの被害が生じた。このため翌19日から21日までと30日から7月2日までの本場開催は休止とし、23日より 場外発売のみ再開し、8月6日より本場開催を再開した。なお、特別観覧席については、2017年5月より、記念競輪開催時と年末のグランプリシリーズ、基本は12月28日から30日を除い、閉鎖されている。トータルゼータシステムは、全国で唯一となるオムロンを採用している。 なお2017年度から、車検販売などの開催業務を民間に委託することになり、日本写真判定が受託している。2018年4月18日より、シゲカツ式投票、チャリロとの発売が開始された。なお京都無こ庁は、伊東温泉競輪場、静岡競輪場、千葉競輪場、岩木平競輪場とキャリーオーバーを共有する、グループ B しての発売となり、 キャリーオーバーの対象外である、ジャリロトさんについては、京都向町で坂の発売はない。1958年に、京都競輪場、宝ヶ池競輪場が廃止されてから、府内唯一となっていた向町競輪場だったが、1998年、平成10年度から単年度収支の赤字を計上し、あり方が問われ始めた。向町競輪場における、 大部分の施設は昭和40年代に建設されたもので既に老朽化しており、経輪事業の収益も好転することが予期できないとされ、事業損廃について検討するように求められた子から、京都府は2009年に田中厚人関西学院大学教授を委員長とする無校長経輪事業検討委員会を設置した。 初会合から存続に否定的な意見が大半を占める中で議論が継続されていたが、2010年11月29日に行われた第7回会合において、財政に貢献できない以上は継続の理由が薄く、廃止についてもやむを得ないという内容で、委員会としての提言がまとめられ、京都府に報告されることになった。これにより、京都府が提言に基づいて、 無効調経輪場を廃止する方向が強まったが、最終的な廃止決定が下されると見られていた。報告書の提出内容がまとめられる2011年2月の第8回会合直後には決定発表されず、2011年度はそのまま開催されることになり、地元の無効死も6月に経輪場の損廃について意見を求めていた。また3月に廃止となった。 琵琶湖競輪からファンが、向こう町競輪に流れたことあり2011年度、上半期は黒字に転じたことから開催が継続されると見る向きもあった。しかし12月5日に、山田刑事府知事は、中長期的の存続は困難とし開催廃止の方針を表明し、地元の向こう市も容認した。だが、廃止影響を考慮する必要があるとして府から、廃止時期は発表されていない。 また一部で廃止時期が報じられた際には、当時の所長が否定している。なお、競輪場が廃止される場合においては、検討委員会において、サッカー場などへの転用を期待する声も上がっているが、府内唯一の自転車競技場という側面も挙げられているため、現時点では未定となっている。2018年時点では、1日あたりの入場者数は、場外車検発売日で、 約1000人、本場開催日でも最盛期、6800人には遠く、及ばない2000人以下にまで落ち込んでいる。そのため、インバウンドの外国人観光客を呼び込むため、日本の文化やレジャーに関心が高く、リピーターも多いとされる台湾人への活動を開始した。関西空港などに、1960から70年代の日本の雰囲気が残る珍しい場所と記した。 現地後の無料の観光案内冊子を置いて、施設の老朽化を逆手に取った戦略を打ち出している。400メートルを使用している。やや直線が短めにできており、奈良系林場ほどではないものの、すり鉢状のバンクである。そのためわずかながらめくり選手が有利で、3番手の選手が不利な展開が多い。かつては、京阪バスによる臨時便も運行されていたが、 廃止されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。